もしあなたの身の回りでこのようなサインに遭遇した場合は、ご先祖様がお怒りになっていらっしゃるかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。前回こちらの動画ではご先祖様からの警告サインについてお話しさせていただきましたけれども、コメントの方にこんな出来事はサインではないんでしょうかといったね、そういったご質問も多く見受けられました。実は意味深な出来事の中にはご先祖様が怒っていらっしゃるサインと言われるものもあるようでございます。またご先祖様の怒りを買ってしまう良くない行動を取ったせいでサインが現れるなんてこともあるようでございますよ。そこで今回はご先祖様が怒っていらっしゃるサインとご先祖様の怒りを買ってしまう良くない行動についてお話しさせていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また今回の動画をご視聴なさって感じられたことなどはですね、コメント欄にぜひねアウトプットしててくださいませね。あるいは公式 LINE もございますので、そちらに送っていただいてもこれ大丈夫でございます。では参りましょう。以前の動画でもはっきり申し上げましたけれども、そもそもご先祖様が子孫の足を引っ張るなんてことはこれありえません。いわゆる罰が当たるというね概念なんですけれども、手を合わせてご供養してご生前中の感謝の気持ちを手向けることを怠ったら罰が当たるのではないかとかね、最近不運に見舞われているのは先祖供養を怠っているからなのかもしれないと考えていらっしゃる方も少なくないようでございます。ただし仏教ではね、そういった考え方をいたしません。もしそう考えるのであれば、罰が当たらないようにするための先祖供養という話になってしまいますよね。ご先祖様の立場からしたらね、そんな思いまでして誰も供養してほしいなんて思いませんよね。ということで、ご先祖様は子孫に罰を与えるようなご存在ではないということを踏まえられた上でお話を進めてまいりたいと思います。私たちには誰しも父母というそのね両親の存在がありますよね。その両親にはさらにそれぞれの両親がおられます。自分からするとおじいちゃんおばあちゃんです。そのように自分から見て両親が1代目だとして、おじいちゃんおばあちゃんたちを2代目だとしましょう。そうやって親の数を倍々にして足していきますと、両親という1代遡れば2人、それぞれの祖父母と2代遡れば4人のご先祖様、そして3代遡れば8人、4代では16人、5代では32人、6代では64人、7代では128人というふうに遡っていきまして、仮に10代まで遡るとその数なんと1024人もの親先祖様がおられたという計算になります。その中の一人でもね、これかけ違えていましたら、例えば私の両親のうち父か母のどちらか仮に違う人と結婚していたならば、今の私はここに存在しておりません。こういった事実に深く思いを凝らせば、自分の命というのは実はありがたい命、本当に得がたい命であるということが分かります。今は亡き筑波大学名誉教授だった村上和夫先生はですね、科学者というお立場でありながら、命の誕生について神か仏のような存在なくしては考えられないとね、ついに喝破しておられました。村上氏曰く、一つの命が生まれる確率は1等数億円の宝くじが100万回連続当選することに匹敵するとおっしゃっておられました。宝くじの1等を1回当てるだけでもこれ奇跡的なことだろうとは思うんですけれども、それを100万回連続当選するくらいね、私たちのこの命の誕生するのは奇跡に近いことなんだということでございます。親先祖が一人でも違えば、私たちはお互いにこの世に存在し得ないというね、そういった奇跡の命を生きている私たちということをもっと深くね、噛み締めなければいけないのではないかと思います。そして私の命をね、今に授けていただいた無数のご先祖様のありがたさを実感することもこれ大切なことと言えましょう。とはいえ現代では親ガチャというね、あのネットスラングがありますように、親はギャンブラーで借金を抱えていたりとか、アルコール依存症で家庭内暴力が絶えなかったりとか、クレプトマニアというね盗難癖があって、万引き依存症という精神疾患を抱えた親のせいで人目を避けて隠れるように生きてきた自分の人生を振り返ったら、あんな親本当にいなきゃよかったのにと心底思って、もう恨みしかないと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。そんな恨みしか持っていない、どうしようもなかった親にどうやって感謝なんてすればいいんですかってね、考えるだけで動悸がする、そうしたね心情になられる人も、嫌な感情をね抱えてらっしゃる方も少なくないでしょう。あんな最悪な親が今ご先祖様となって見守ってくれているなんてことを考えること自体も気持ち悪いし、親にお世話になったんだから供養しなさいとか言ってね、そうやって恩着せがましきことを言われるのもこれ嫌でたまりませんと、そういった気持ちよくわかります。我が子に愛情を注がず問題ばかりの人生を送っておきながらね、感謝しろというのはもうこれ今風に言えば毒親ということになるでしょう。仮にそんな悪縁とも思えるような親御さんだったとしてもね、もし広い心が持てれば自分にねとも思うんですけれども、トラウマ的に染みついてしまったその過去の出来事はそうそう簡単に払拭できるもんではありませんよね。毒親と思われるような親に育てられ、そんな親のことを恨みしか思えないというあなた、
どうしても許せませんよね、まあ、許せないどころか思い出したくもないでしょうね。ただもし今現在ね、普段の生活の中で何か一つでも幸せを感じられるようなことがあればいいんですけれどもね、もし何もないということでしたら、まずは何よりあなたご自身のことを大切になさってくださることが何より大切でございます。ご自分の人生を充実なさって幸せを感じられるあなたであって、初めて周りのことに目が向くと思います。その一つに専属業というものがあるんだと思いますから、まずは何よりあなた様ご自身のことを大切になさっていただくことが何より大切なことだと思います。一方、もし仮にね、幸せを感じられる何かがあるとおっしゃる方は、その幸せを感じられるのは命あってのことですよね。その命を育んで脈々とつないでくださったご先祖様という命の存在に感謝できれば本当にいいですよね。冒頭でもお話しさせていただきましたけれども、ご先祖様というのは直接的なご両親のまだその先の先からずっとつないできた命のバトンを自分に回してくださったご存在でございます。自分の命は両親の前にあまたいらっしゃった命の存在がつないでくださった命でございます。だから自分の命は自分の命であって自分一人だけの命ではないのでございます。そんなあまたいらっしゃるご先祖様は、不遇な人生を歩むあなたのこともね、順風満帆で人生を闊歩されるあなたのことも、幸せを感じられるあなたであるように、いつもあなたを見守り、時にサポートしてくださってる、やはりありがたいご存在なんだと思いますよ。あなたの幸せを願い、いつも見守ってくださっていらっしゃるご先祖様だからこそね、仮に人生を見つからそれてしまう行動をとってしまえば、ご心配になられてびっくりするようなサインを示してこられることがあるもんでございます。そこでこっからは、ご先祖様が心配なさって怒りに燃えたサインを送ってこられた時のメッセージについて3つご紹介してまいりたいと思います。もしあなたの身の回りでこのようなサインに遭遇した場合は、ご先祖様がお怒りになっていらっしゃるかもしれませんよ。それでは参りましょう。ご先祖様の怒りなのかもしれないスピリチュアルサイン3選、1つ目は不幸が以前よりも多くなった。ご先祖様は子孫である私たちの幸せを見守ってくださっているご存在だろうと思っております。そうやってご守護いただいているはずの私たちが、以前と比べて明らかに不幸が多くなったと感じる時はね、ご先祖様が離れてしまっていらっしゃる可能性があると思います。例えばどんな不幸があるのかと申しましたら、まあこう極端な話なんですけれども、嵐の日にご自宅に雷が落ちるとかね、屋外ですと近くの木に雷が落ちるといった出来事が分かりやすい怒りのサインと言えるかと思います。雷が近くに落ちたとしてもね、それは必ずしもご先祖様の怒りに触れたものというようなことではございません。ご先祖様からのそういったサインが届いていると感じられるのも、これあながち間違いではないのかもしれません。特に雷が落ちたことでね、停電して電化製品が使えなくなったことで何かに気づかされたりすることもあるかもしれませんよ。あるいはね、何の前触れもなく食器や茶碗にひびが入るということもあるでしょう。これ良くない知らせとかね、虫の知らせっていうことも考えられますけれども、そういったことも含めてサインとして食器や茶碗にひびが入るとかね、あとはパリンって割れるなどの現象で注意喚起をなさってこられることもございます。外的衝撃が与えられていないのに突然ひびが入りますのは、目に見えない何らかの力が働いている時に発生するものでございます。そしてその可能性の一つに考えられるのが、ご先祖様からのサインと言えます。こういったサインを受け取ったら、自制なさる時間を設けられて、ご自分の言動を振り返ってみられることをお勧めいたしますよ。ご先祖様の怒りなのかもしれないスピリチュアルサイン3選、2つ目は悪夢を見るようになった。悪夢というのは良くないことを示唆するスピリチュアルメッセージであることもありますけれども、他にも悪夢を見る要因はいくつもございます。日常生活でのストレスや不安、事故や怪我などを経験するとかね、睡眠不足、心配事が多い、不安感が強まるなどの理由があると悪夢を見やすくなるものでございます。そういった精神的ストレスのようなものを抱えている時も悪夢を見るんですけれども、中でも意味深な夢を見た時とかね、生々しい夢を見ることもあろうかと思います。そして朝目覚めた後になぜか悶々として嫌な感じが心に残っている時などはですね、それはもしかして夢の中でご先祖様があなたに、私生活の上で気をつけなさいよ、物音の捉え方を振り返ってみなさいよといったね、そういったメッセージサインなのかもしれませんよ。そういったサインに気づけなかった時は、夢の中にまたご先祖様ご本人が出てこられたりとかしてね、直接メッセージを届けられることもございます。ご先祖様の怒りなのかもしれないスピリチュアルサイン3選、3つ目はカラスをよく見かけるようになった。確かにね、カラスってあんまり良いイメージありませんよね。
見た目に真っ黒で怖そうですし、ゴミを荒らしたりとかね、私たち人様に迷惑をかけるようなイメージをお持ちの方も少なくないでしょう。そういう意味でカラスっていうのはね、まあ一般的にあまり良い生き物ではないと認識されておりますけれども、でも実は古事記や日本書紀なんかではですね、神武天皇の道案内をしてくれたというとても賢くてむしろ縁起の良い動物とされてまいりました。それカラスは神様や霊界と私たちをつなぐメッセンジャーとしての役割もございます。そんなカラスを頻繁に見かけるようになったといってね、それがご先祖様であるとは限りませんけれども、まあ、少なくとも天から自分に向けられた何らかのメッセージがあることを示唆している可能性は考えられます。仮にご先祖様がカラスを使ってメッセージを送っておられるとすれば、カラスの動向によってそれを判断することができます。例えばそのメッセージの旨がご先祖様からのスピリチュアルメッセージある場合はですね、カラスを見かける時刻が決まって夕暮れ時だったりとか、カラスが何か言いたげに自分のことをじーっと見つめながら不穏な声で泣いてるとかね、また夢にカラスが出てくるなんてこともあるでしょう。そういったカラスにまつわる現象が起こるような時はもしかするとご先祖様からのメッセージある可能性が高いと思いますよ。ではまとめ、ご先祖様の怒りなのかもしれないスピリチュアルサイン3選、1つ目は不幸が以前よりも多くなった、2つ目悪夢を見るようになった、3つ目カラスをよく見かけるようになった。以上3つのサインについてご紹介させていただきました。こういったサインを実際これまで経験なさったことがあってパッと思われた方もいらっしゃったのではないでしょうかね。それはご先祖様があなたへどうしても伝えたい注意喚起でしたりとかね、サインだった可能性がございますよ。そうしたサインに気づけなければ、そのサインも少しずつのことだんだんエスカレートしていきまして、ついにご先祖様から怒りを買うほどのサインを受け取ることになってしまう可能性も考えられます。本当であれば自分のこの命の源であるご先祖様へ感謝の念をいつも大切に傾けておられましたら、そうしたサインにもいち早く気づけるんだろうとは思うんですけれども、何度サインを送っても私たちが気がつかなければ、嫌でも気がつけるくらい大きなサインを送ってこられることになってしまうかもしれません。じゃあそもそもご先祖様は何をそんなに私たちへサインを送ろうとされていらっしゃるんでしょうかね。注意喚起から怒りを買うほどのことって、先祖供養しているか否かという問題を度外視したときに、ご先祖様を心配させてしまうようなそういった NG 行動とは一体何かということについて、ここから具体的に3つご紹介させていただきたいと思います。ご先祖様からの怒りを買ってしまう NG 行動3選、1つ目は、マナーやルールを守らない。社会的な法に反する規則を守らないのはこれもちろんのこと、小さなマナーやルールを破ることもこれ人としてはいただけません。誰も見ていないからいいやと思ってね、ゴミをポイ捨てしてみたりとか、ゴミの分別をいい加減に行ってみたりとか、そうした自分勝手な行動をする方をお見受けすることがあるかと思いますけれども、誰も見ていないと思っていてもお天道様と自分は見ております。そしてご先祖様もしっかりと見ておられるもんでございます。おまけにあなたのご守護霊様も常に見守っていらっしゃいますからね、信号無視や喫煙所以外での喫煙などルールやマナーに反する行動を平気で繰り返し行っておられたら、ご先祖様の怒りを買うだけではなくて、あなたの魂もくすんでいってしまいます。ですので小さなルールやマナーでも肝に銘じてしっかりと守っていきましょうね。ご先祖様からの怒りを買ってしまう NG 行動3選、2つ目は自分や家族を大切にしない。あなたの命はあなたの命だって、あなただけの命ではございません。ご先祖様から脈々と受け継がれてこられた大切な命でございます。この命という中にはこの肉体も含まれております。そんな自分の肉体を傷つけるような行為を繰り返している姿を見たご先祖様はとっても悲しまれることでしょうね。例えば過度な飲酒、過剰な労働、不規則な生活習慣は自分の肉体も自分の魂をも傷つけて成長を妨げるものでございます。いくつもある悪影響の中でたった一つでも行ってしまっているものがあれば、自分のためにもご先祖様のためにもできる限りやめる方向で考えるべきでございます。また家族を大切にしないというのもご先祖様はとっても悲しまれます。仕事は大事でも家族を犠牲にしてまでの仕事はこれお勧めできません。とはいえ致し方ない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、家族をおざなりにしていないかどうか、ご自分の生活を一度ね見直してみましょうね。ご先祖様からの怒りを買ってしまう NG 行動3選、3つ目は努力もしないで自堕落な生活をしている。現状に甘んじて努力もせず自堕落な生活を毎日送っていると、お前は一体何をやってるんだっつってね、これは心配のレベルを超えてお怒りになられるかと思いますよ。ご先祖様が子孫に望んでいることの一つに子孫の成長というものがございます。年齢がいくつになったとしても子孫には成長してより高みを目指してほしいと思われているはずでございます。あなたご自身の成長は広い人脈の形成や様々な価値観や経験に恵まれることなどが大きな幸せにつながり、人生も充実していくものでございます。
そうした姿をご先祖様に見ていただき、ご安心なさっていただければ、これが何よりのご供養になるものと思いますよ。ということでまとめ、ご先祖様からの怒りを買ってしまう NG な行動3選、1つ目はマナーやルールを守らない、2つ目自分や家族を大切にしない、3つ目努力もしないで自堕落な生活をしている。以上3つの NG 行動をご紹介させていただきました。誠実に生きていればまずまずね、ご先祖様からの怒りを買うようなことはございません。もしご先祖様の怒りを買うような行動をとってしまった、意味深なサインに遭遇したということがありましたらね、お仏壇参りやお墓参りをなさってみられるのもよろしいかと思いますよ。そうした時間が自らを振り返る良い機会になることでしょう。お仏壇参りやお墓参りはご先祖様がお喜びになる行為の一つですし、ご自分の命とご先祖様の命のつながりをより強く感じることができる何より大切な OK 行為になります。ご先祖様はいつでもね、あなたご自身の幸福を願っておいででございます。これは順番はね、どちらでもよろしいかと思うんですけれども、ご先祖様のための行動が巡り巡って自分自身の幸福につながってまいります。それは逆もしかりなんですけれども、そんな幸せを味わっていただけると幸いでございます。ということで、今回の話は参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、コメント欄でぜひね、アウトプットなさってみてってくださいませね。それから、公式 LINE もございますので、そちらに送っていただいてもこれ OK でございます。それではまた、他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。